い、どうもこんにちは、しょこらです。今日はですね、最近買ったこれのリバースイーブですね、これを紹介していこうかなと思っております。今ね、空前のじゃないな、もう結構前からですけど、リバースイーブの人気すごいじゃないですか。正直今こうその流行りに乗って買うのもなっていうのもあると思うし、なんかこう昔4800円とか5800円くらいで買えてた90年代のこうレギュラーっぽい感じの、チャンピオンのスウェットが今本当2万とか3万とか、もう柄によっては本当5万6万10万みたいな感じになってくるのを見ていて、まあ今買ってもなみたいなところはあるっちゃあるんですけど、でもとはいえやっぱり周りでやっぱね目にする機会も多いし、こう実際古着屋さん行っても見るし、で実際見るとやっぱりかっこいいなとも思うし、じゃ過去安くてそれをまあ今買っておけばよかったなっていう思いはもちろんありますけど、まあそれはしょうがないじゃないですか。で、まあ、今本当にいいんだったら、まあ高くてもね、自分がそれを満足してこう着て楽しめるんだったら別に俺はいいかなと思っているんで、まあそこを納得してね買っていこうかなと思ってですね、また最近スウェット熱がすごく熱くなってきたんでね、買い集めています。はい、というわけで今日はねそこら辺をちょっと紹介していきたいんですけど、ちょっとね別の動画でちゃんと紹介してるやつがあるんで、そこら辺はちょっと飛ばしていきます。これですね、 USMA のフード付きのパーカーですね、はい、これ80年代で、M サイズですね、 M サイズの USMA です、はい、これはもうスウェットの中でも一番ダントツで一番好きかもしれないです、はい、もうこの感じもうむちゃくちゃ好きです、はい、あの普通のスウェットよりやっぱリバースが好きですねっていうのに気づきました。リバースイーブが好きですね、はい、これが、うん、一番お気に入りですね。そしてそれの、フードなしも好きなのでフードなしも行きました、はい、フードじゃない方がこうハマるコーデとかフードない方がいいなっていう時ももちろんあるので、そういう時はこうスッキリした、これもねあの別動画で上げてるんでそちらを見てもらえればなと思います、はい、で続いてチャンピオンのこれは80年代のですね、80年代のグレーのパーカーですね、はい、メアリです、はい、メアリです。結構目なしの方が人気あったりすごい値段ついてたりしますけど、俺はね結構チャンピオンのまあ、もちろん目なしは目なしでいいし、ね、好きですけど、メアリもね全然好きですね、はい、これ、ね、特に抵抗はないって感じなので、うん、まあ、いつかね目なしもあったら欲しいなと思いますけど、全然メアリでもねそんなに嫌じゃないので全然いいですね、はい、こちらです。これはかなり状態のいいやつですね。デッドではなかったんですけど、まあ、ワンウォッシュかツーウォッシュぐらいにそんなにこう着込んでないやつですね。まだここにタグのプラスチックが残ってたぐらいだったので、そんなにこう前の持ち主は着てなかったんじゃないかなと思う一着です、はい、これもねすごく気に入ってます。あの無地のいいところはやっぱ飽きが着にくいですね。ここにこうよほど気に入ったこうアルファベットというかロゴだったりデザインじゃないと結構やっぱちょっと飽きてきちゃう部分があると思うんですけど、これはねやっぱ無地なんで間違いなくこう使いやすい上に飽きが着にくいんで、そういう意味でもね無地はすげえ好きです。そしてグレーって使いやすいじゃないですか、なので、はい、でこれも90年代ですね。こっちは90年代の方です。その着比べもしてみたかったんで、自分はどっちが好きなのかなみたいなのもあったので、80と90、両方これも、これは完全にデッドでしたね。あのフラッシャーというか紙がついてたタグが思いっきりついてたやつなので、はいです。でこれもこの2着も別の動画でちょっと最近上げてるので、気になる方はそちらを見てもらえればなと思います。はい、というわけでざっくりこの辺のグレーばっかりですけどまあね、スウェットグレーとかオートミールが着やすいですよね、黒とか。でこの辺をこう紹介してるんで、ちょっとまあざっくり見ていただいて、ここからが最近買ったやつなんですけど、新品で古着じゃないやつからいきます。はい、これがですねアットラストさんの今季のクルーネックのスウェットですね、はい、アットラストさんのねスウェットもすごくよくてですね、これオートミールですね、はい、グレーと確か、オートミールがあるんですけど、結構この辺がグレーが多いんでちょっとオートミールにしてみました。はい、これ形がすげえいいです。ちょっと着てみます。着替え中。はい、着てみました。こんな感じです、はい、ちょっとやっぱ丈がこう短め、
丈がちょっと短めで、で腕はねちゃんと太いですね。ちゃんと太めで、で袖もねそこそこあるかなって感じですね。まあここ折ってもいいかなぐらいは全然ありますね。はい、まあここは折る折らないは好きって感じですね。ではい、こんな感じです。で前だけ V のガゼットがついてますね。はいって感じですね。オートミールもすごく使いやすくて好きですね。アトラスさんのこのセットは肌触りがめちゃくちゃいいですね。裏側のこのモコモコした肝部分が本当に柔らかいです。本当に上質な感じがします。はい、うん、ちょっと他のスウェットではあんまり感じないくらいの柔らかさ、質感の良さがありますね。やっぱこのダボッとゆるっと着るスタイルももちろんかっこいいしありなんですけど、結構ね丈が短いのが自分の中では好きで、このちょっと短ランっぽい感じというかちょっと丈短めで、でも横はちょっとちゃんと2幅たっぷりあってみたいな感じがすげえ好きですね。これであの他もすっごいこう全部ではタイトだとただただちっちゃいちびこうビタビタになっちゃうんですけど、ちゃんとこう袖が長さがあったりこの腕の太さがちゃんとあって2幅もあった上でこう丈だけがちょっと短いっていう感じがすごくこう可愛いですね。好きです。この感じめちゃくちゃ好きです。これ何がいいってやっぱり上にレザージャケットとか持ってきた時に、レザージャケット基本的にやっぱりあんまり丈長くないじゃないですか。まあカーコートとかね、普通にロングのレザーは別として、例えば A2 だったりとか G1 だったりとか、あとライダースですよね。基本的にはそんなに長くないので、結構短めの丈になるとこういうインナーがあるとすごく助かりますね。はい、中からこうこんぐらい見えちゃうとやっぱりかっこ悪いので、こう締めた時にほんとちょっと見えるくらいがちょうどいいんですけど、多分これだとぴったりぐらいなんですよね。はい、だからこの丈が本当自分の持ってる他の服、特にアウターとかレザーが好きな自分からするとすごくちょうどいいっていう、まあ、あと G ジャンとかもよく言うんですけど、 G ジャンも結構やっぱ丈は短めじゃないですか。だからその G ジャンとかレザージャケットに合わせるのにめちゃくちゃ向いてるんで、あと MA1 もそうですよね。 MA1 もやっぱ丈短めのやつなんで、全体的にこう自分の持ってる服に合わせやすいんですごくいいですね。だからこれがノースフェイスとか結構こうダボッゆるっとした感じ のスポーツ系のね、あのジャケットとかダウンとかを好きな人とかは逆にこんな丈短いと逆にバランスがもしかしたら悪いかもしれないんで、そういう人はやっぱり L とか XL とか丈がちょっと長めでこうゆるっとした感じにそういうの合わせて、あのボアのね、あのパタゴニアのボアの感じのやつとかを合わせたりするとすごくこうインナーとしては合う気がするんで、もうなんかあれはああいうセットのというかいい感じで、これはこういう短め好きな感じのコーデのセットみたいな感じ。俺はあんまりそういうアウターが多くないので、でもこっちの方が使い勝手がいいかなっていう感じで好きになりますね。はい、まあ、もちろん長いやつも着ないわけじゃないし長いアウターもありますけどね。はい、こんな感じです。続いてこちらがチャンピオンのですね、90年代ですね、このタグ。はい、90年代のでメイドイン USA の90年代のチャンピオンの、これはですねパデューですね。パデューって読むんですよね。パデュー大学ですの、これは染み込みじゃないですね、そのプリントです。最初読み方が分かんなくてプラウドなのか、なんかプライドでもないしなんだろうなと思ったんですけど、調べたらパデューでしたね。はい、パデュー大学っていうのがあるみたいですね。そこのスウェットです。あのこれこの時期黒っていう風に書かれていて、なんで黒なんだろうなと思ってたんですけど、こう見てみると結構ネイビーっぽいんですよね、どっちかというと。ただその確証が持てないというか、そのもう見た目でどっちって言われたら多分ネイビーなんですよ、色的には。ただ元々は黒で、それがこう日焼けなり何なりあってこういうちょっとネイビーっぽくなったものなのか、その元々やっぱりネイビーなのかは分からないんですよね。まあ別にこれが例えばね、表記がもうブラックって書いてあったとしても、もう見た目はネイビーなんで、まあ、あんま意味はないっちゃ意味はないんですけど、どっちにしろ黒って書いてあるんで絶対黒ですって言っても意味がないのでね。まあ黒の方がねちょっと珍しいし好きなんですけど、あとこのパデュー自体がこの黄色の文字に結構黒ボディっていうのが多分このパデュー大学のカラーっぽいんですよね。だからいろいろ調べてみたら、
結構やっぱその黒ボディに黄色プリントのパデューが多かったので、まあ、確かに黒との可能性はなくはないかなって感じです。ただ調べたらネイビーもないことはなかったんですよね。ネイビーボディにパデューもあったので、まあ、多分それはおそらく黒じゃなくてネイビーなんじゃないかなとは思うんですよね。ただ、まあ、結構黒っぽい濃いめのって感じですね。まあでもこのパデューが結構気に入ってるし、この感じが気に入ってるんで全然ありですけどね。ちょっとこれも着てみます。着替え中。着てみました。こんな感じです。あ、ネイビーっぽいよな。はい、パデューです。はい、こんな感じです。バックプリントはないのでこんな感じですね。この間これを2日連続着てみたんですよね。あのちょっとやっぱ肉厚だし、乾かすときにちょっと時間かかるじゃないですか。だからそんなこう1日来たぐらいでこう洗ってたらもう結構めんどくさいなと思って、乾かすの洗濯もめんどくさいなと思ってですね、この間2日着てみたんですよね。それで洗濯してみたんですけど、あの2日目に着た時に生地がすげえ柔らかくなっていて、フォルムというか見た目がちょっと変わったんですよね。その洗濯するとやっぱりまたちょっとカチッと戻っちゃうんですけど、まあ、デニムとかもそうですけど、やっぱ1回洗うとちょっとカチッとするじゃないですか。でこう履いてその日1日履くとまた馴染んでいって、カチッてしてる感じからちょっとこうシルエットがこうゆるっと落ちてくる感じがすごく良くて、あのスウェットも結構この洗いたてでこのガチガチでこう着る感じよりも、まあ、結構着馴染んでいって、だから午後とかですね、着てたとしても午後とかその日の終わりぐらいになってきた時の表情の方が好きだなと思いましたね。だからスウェットはなんか本当毎日ガンガンこう着たその日に洗わないで、なんかもう2回3回ぐらい、特にこの時期であればそんなに汗もかかないので、でインあの直接着るわけじゃないんで、まあ、インナーは絶対毎日洗いますけど、なんかこれのスウェットだったらあと2回か3回ぐらい着て洗うぐらいでもいい気がしましたね。その時に結構2日目3日目は多分本当カレーじゃないですけど、そっちの方がちょっと馴染んで、あのこうゆるっとしたシルエット的にはね、あの生地のこの感じが出るんで、すごくねそっちの方が好きだなと思いました。はい、今また固くカチッと戻っちゃいましたけどね。90年代なので結構袖はやっぱ太いですね。 M サイズなんですけど、だいぶリバースっていう感じです。はい、ここもまあほんと場合によっては負けてもいいかなとも思うし、これねあんま答えが出てないですね。どっちがいいんだろうみたいな、まあ、こう出してもいいかなっていう感じで、個人的にはあんまり折らないでこう血の方が好きなんですけど、でも別に今後着ていった時にね、ちょっとこう曲げてみて、あ面白いな、こっちの方がいいなと思えば全然やろうかなと思いますけど、今のとこまあ出してって感じですね。 M の割にはちょっとでかいというか長めの個体なのかなっていう気はします。はい、じゃあ最後ですね、ネビーなんですけど、これが染み込みの方が個人的には好きなんですけど、これはプリントですね、ラバーですか。はい、こっちもちょっと行ってみたいなと思って、でラバーも何種類かあるのかわかんないですけど、そのツヤってカットした、まあこれ近いですね、このほんとテヤッとした感じと、結構染み込みとまではもちろん言わないですけど、なんかこう一見ちょっとラバーっぽくないというか、マットな質感というか、ちょっとそんなテカテカしてない方のラバーは結構落ち着いた雰囲気でいいなと思ってですね、なんかここもちょっとありだなと思って行ってみました。はい、ネイビーもあの USMA と同じくらい好きな4文字って感じなので、すごくこう好きな感じのデザインなんですよね。ここもね、これ90年代ですね。これも90年代のリバース、サイズはミディアムです。はい、これもねちょっと行ってみました。こちらもちょっと着てみたいと思います。着替え中。着てみました。こんな感じです。まあ90年代らしいですよね。このほんとさっきのパデューもそうですけど、腕がこのかなり太い感じですね。これはさっきのパデューに比べればちょっと着丈が短くなってるような気はします。まあ個体差というかね、いろいろあるのでですね、身幅もね意外に太くないかなって感じですね。こんなこうズドンとしてる感じではなくて、このリバースにしてはこうタイトではないんですけど、別にそんなにゆとりがめちゃくちゃあるわけでもない感じしますね。はい、です。だからバランスで言うと本当腕だけ結構太いっていう感じですね。それ以外は、まあ、そこそこジャストサイズかなっていう感じですね。うん、まあこうリバースいろいろ着て
思いますけど、個体差はやっぱありますね。色によってなのか、その個体なのか、まあ、年代によってもあると思いますけど、私90年代でも、まああとあれですね、乾燥機にもう本当にむちゃくちゃかけまくってるものとか、あんまり着てないやつとか、着まくったやつとか、もしかしたらね、伸ばしてる人もいるかもしれないし、クリーニング出してるかもしれないし、何をやってるか分かんないので、数センチ数センチっていうか、もう本当そうですね、まあサイズにもよるとは思いますけど、結構そこそこの差はある気がします。もう5センチくらいの差は全然普通にありえるかなとは思いますね、うん、あれこれ S サイズなのになんか M よりちょっと長いなと思う時もあったりとか、うん、俺 M が好きなんで M サイズでって探して見つけたのに、どう考えても L と同じぐらいのサイズ感っていうものもやっぱりあったりしますし、意外に L なのになんか着れるかもな、ちょっと M、ちょっとデカめの M くらいで着れる感覚かもっていうものもあったりするんで、一概にこうやっぱねサイズで買うんじゃなくて、ちゃんと試着するなり、サイズをちゃんと確認して、まあ、買うのがベストかなというふうに思いますね、はい、でもこんな感じです。はい、ネイビー、やっぱりネイビー好きですね、はい、こんな感じです。というわけでですね、最近本当にスウェット流行ってますけど、俺もちょっとその祭りに乗っかってですね、結構スウェットいいなと思って再確認してですね、またいろいろ集め始めちゃいまして、はい、アメカジというかもうヴィンテージは沼ですね、本当にもうこんだけずっと古着好きで、もうなんか一通りもういっかなもういっかなって思いつつ、もう毎年毎年何かしら新しい、ジャンルの新しい何かこう魅力に取りつかれてですね、それをこう言っちゃいますね、はい、もちろん一度通った時、昔通った時はそんなにハマってなかったのになみたいな、例えばレッドウィングとか全然ハマんなかったのになみたいなやつがまた一周してきて、あれなんかめちゃくちゃ今かっこいいって思うかもみたいな感じでこう、まあ、巡ってくることもあるんで、もう永遠にこう終わんないですね、本当にヴィンテージはたまらないですね。というわけでね、何か参考になればいいなと思います。はい、サブチャンネル、インスタグラムもやっておりますので概要欄貼ってますので、ぜひそちらの方も登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。またね。